滝沢副社長がジャニーズを辞めたわけです、ね。はい、辞めました。はい、辞めました。はい。あの動きって、キンプリの3人が辞めると、はい。はいはい。なんかニュースになってましたね。なってた、なってた。あれなんすか？いやいや、なんすかっていうのは、はい、もうなんかジャニーズ帝国崩壊みたいな。わお話じゃないのって話で。いや、どうなのかなと思って。要は、日本の芸能事務所の構造として、はいはい、マネージャーさんが作ってるんですよ。日本付き人とかマネージャーさんがもともと日本の芸能事務所で作ってるじゃない、はいはい、ジャニーさんだってそうじゃない、はいはい、自分がエンターテイナーなわけじゃないじゃない、もともと。みんなそうじゃん。でも別にジャニーさんもミリーさんもジュリーさんもみんな別に出役なわけじゃないよ。まあ確かに確かに。そう考えると、日本のその芸能事務所っていうのは、マネージャーさんとか、そういう裏方さんが作っていってる。出役の人が作ってる事務所がほとんどないじゃん。まあ最近はね、ちょっとずつ出てきたけど。いやだから、なんかその、アーティストとか出役の人に対する締め付けが結構すごいなと思って。間違いないですね。はい。だってファンは別に社長についてるわけじゃないじゃん。そうですよね。それは出役の人についてるわけであって、出役の人に造反されると、やばいわけじゃん。はい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 。だから、そこをもう、ギリッギリに締め付けて、絶対出られないようにするみたいなことをやってたわけです。はい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 。で、それが、多分そのテレビの時代の、その終焉から変わってきたのかなっていう。要は、テレビ局っていうのは、結局キー局5局とかしかないわけだから、NHK とかしかないわけだから、もう人間関係じゃん。はいはい、完全に、はいはい。ズブズブです。はい、ズブズブの人間関係で、はいはいはい、もうそこを抑えてさえすれば、はい、テレビ、芸能マスコミさえ抑えとけば、うんうんうん、もう辞めたやつはコテンパンにけなされるわけじゃない。はい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 、間違いない。あいつはなんか辞めても仕事がなくて、テレビに出たくて戻りたがってるけど、はい、もう無理みたいな。いやいやいや手越とかそんな言われてるじゃん。はい、確かに言われてますね。うん。なんかたまにそういう記事出るじゃん。はいはいはい、はい。ああいうの全部御用記者みたいなやつら書いてあるわけじゃん。ああ、そうです、ね。だからそれで今まで締め付けられてたのが、はい、それとあとやっぱジャニー北川さんみたいな面白がドーンだったからこそ、まあ出にくいというか、はいはい、状態だったのが変わってきたじゃん。うん、間違いないです、ね。ネット配信とか YouTube とか、はい、特にその外資に対して日本のマスコミとか、はいはい、全然無力じゃん。どうしようもないですもんね。どうしようもないじゃん。はいはい、そうですね。そう考えるはい、その圧力的なものがなくなってきたんで、はい、っていうのもあるし、はい、今回の話で言うと滝沢さんは、はい、まあ嫌気がさして辞めたらしいんですけど、そうなんですか。僕はそのニュースではなんとなくそういう感じなのかなと思ってますけど、ジャニーズジュニアとか頑張って育成してたんだけど、取られたみたいな話でしょ。そう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 。なんかあとはあれっすよね、なんか自分は芸能事務所も経験したし、芸能事務所外も経験してるんですけど、うん、やっぱり今特に思うのは、うん、まあ僕が特にそういう活動してるからそうなのかもしれないですけど、やっぱ事務所に入ってるとその権利とか持てないんで、その IP のその権利持てないんで、うん、そうすると例えば自分なんか今その NFT とかよくやるんですけど、うん、時にあれ事務所に入ったらほぼ無理なんですよ、なんか。でやっぱ出た時のメリットってもう権利持てるっていうのがやっぱ一番でかくて、それこそライブ一つ撮っても武道館でライブやりました、それ撮影してました、でこれをですねフールーさんに売ったりとかすることが権利さえ持っていればできるんですけど、事務所入ってるとそれ無理なんで、うん、ってなってきた時になんか今やっぱり事務所に入ってることでできないことがあまりにも多すぎるっていうのは一つあるなと思いますね。本当はでもそういうところを手数料取って本当はね、そう本当はそうなんですよ。だから事務所もそれを、そうなんですよ、手数料取ってでいいんですよ、うん、でもなんかこうやらせないっていう風にするんで、まあだから自分たちが理解できないものはやらせないみたいな。そうですね、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 やりにくいよね、やりにくいですね。だから逆にそのテレビとかじゃない世界でやってる人たちからすると、はい、使いづらいよね、事務所に入ってるタレントって。むちゃくちゃそれあって、プペルの時もそうだったんですけど、うん、もう配信に対してのを出す事務所の役者さんはそもそもキャスティングしない、うんうんうん、それをキャスティングしてしまうともう配信の売り上げ下がっちゃうから、うん、配信に対して理解がない、事務所の役者さんには絶対声を出さかけないっていう、うん、もう指令が言ってて、でやっぱ仕事減ってるんですよね、それで、事務所がそういうスタート取ったらもうあいつ呼んだら結局オンラインの売り上げゼロになっちゃうじゃん、あいつが一人入れるだけでゼロになっちゃうじゃんっていうことだから外そうって話になるんですよね。じゃあなるでしょ。なるんですよね、まあ、今はね。いやそこを結構考えないと芸能事務所のデメリットどんどん膨らんでるなって感じ。だからそのタレントになろうと思ってる子たちはまだ芸能事務所に入らないと芸能の仕事できないってまだ思い込んでる、はいうん、はい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 。あそうですね、うん、あそうですね、まあ、いいとこもありますけどね、芸能事務所は芸能事務所ですごい素敵だなと思う一方で、負の側面というかは
結構あるなと思いますね。うん、だからジャニーズは結構今危ないのかなっていうふうには思うよ。ああ、なるほど。いや、だから要は、その辞めちゃってる人はもうやりたいことがあって、割と前向きに辞めてる人たちが多いんだけど、はい、残る人って、やっぱそういうの、ま、何も考えてない人とか。何も考えてないことないですけど、はい、まあでもなんかあるかもしれないですね。まあ、そこまで深刻にというか。はいはい、あ、そうですね。いや、20代、30代、40代、芸能事務所に費やしました。で、そこの、動いた分の資産みたいなものを、権利みたいなものを、結局全部事務所に持ってかれてるって、うん、こっからもだいぶリスクだなと思いますね、なんか。そうだね。ああ、間違いないです、ね。どうすんのかね。いや、本当に、堀江さんおっしゃったみたいに、そこまで考えてないっていうのが、50ぐらいで、で、実際50、60だなってきたら、60だなってきたら、もう、ほぼ体が昔のようには、動かないじゃないですか。そうすると、なんか、権利みたいなものに働いてもらわないと、食っていけないっていう問題があるんで、それ、権利持ってないっていうのは、やばいですね。ねえ。間違いないです、ね。超一流のね、はい、人だったら、ね。はい、話は別ですけど、でもさ、それはさ、本当にさ、みんなさ、分かってなかったんだね。